文化のダイナミズム 3B 受講生の皆さんこんにちは第3回目の担当も片山貴博です前回はスポーツの歴史についてお話をしましたがそれをベースに今日は福岡とスポーツというテーマで勉強したいと思いますまず福岡のスポーツを見るにあたりまして福岡県の高校スポーツはどういう状況にあるのか 強いのか弱いのかそれについて見ていきたいと思いますまず高校野球です今年はコロナウイルスの感染拡大によって春の選抜も夏の選手権大会も中止になりましたそこで去年の10月現在これまで春の選抜高校野球大会夏の全国高校野球選手権大会で 福岡県勢はどういう成績だったかを見てみましょうまず春は全91回のうち81回出場しています現在でも春の大会は九州から選抜されるのは4校まあたまに5校あるところもありますがそういうことで出場回数と開催回数というのは一致しません そして出場81回のうち140試合を行って59勝81敗勝率は4割2分1輪準優勝が3回ありますが優勝回数はゼロですそんなに春の大会は得意ではないということが分かりますこれに対して夏の選手権大会は全部で100回のうち 83回出場しています、まあ、現在は1県1校あるいはまあ都道府県によっては2校出場枠がありますけどもかつては例えば北九州大会南九州大会ということで北九州で1校南九州で2校だったり、まあ、そういう時代がありましたのでこれも開催回数と出場回数は一致しません。夏の大会は177試合やって 92勝85敗勝率5割2分春に比べて優勝4回準優勝2回というふうに比較的成績がいいことが分かります簡単に言うと福岡県の高校野球春に弱く夏に強い大雑把な結論としてはそういうことが言えるかと思いますでは次に高校サッカーです福岡県には東福岡高校という まあ全国レベルの強豪校がいますが、まあそれ以外にでも強い学校はいくつもあります。で、全国高等学校サッカー選手権大会は1917年から始まり、まあもう百年余りの歴史を持ちます。で、開催された97回中、福岡県は優勝3回、いずれも東福岡、準優勝1回、筑陽学園という具合です。 全国的に見ると兵庫県、えー、埼玉県、えー、静岡県などが上位に行きますが、えーまあ、福岡県の高校サッカーのレベルも比較的高いというふうに言っていいと思います。3番目に高校駅伝です。男子は67回開催されていて、福岡県はなんと13回も優勝しています。 まあ近年では大牟田高校や福岡大付属大堀高校などが強いですけどもかつては畜の時はなどといいった学校も優勝しています <laughs> まあ全国的に見ると一番優勝回数が多いのは兵庫県の14回広島9回宮崎7回宮城7回というふうに続きますのでえまあ男子の駅伝のレベルはかなり高いことがわかります。 一方女子も28回開催された中で福岡県は3度優勝していますこれいずれも畜生学園高校です全国的に見ると愛知県4回、埼玉県3回、京都府宮城県3回などが続きますのでまあこれも福岡県は比較的競合の県に入ると言っていいかもしれません まあしかし、まあ、女子はかなりこの入れ替わりが激しくてどん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 全国に新しい強豪国が生まれていて、まあ、かなり群雄割拠戦国時代的な様相を呈しているのもまあ最近の傾向ですえでは次に福岡におけるスポーツの歴史と特性について見てみましょうえ福岡のスポーツの歴史というのは、まあ、大きく分けると4つの時期に分かれています 一番下に書いてる資料1というのはちょっと無視してください <laughs> まず江戸時代末期ぐらいから昭和初期までまあこの時期はスポーツや体育に関する歴史の前史的な段階です次が戦後第二次世界大戦後の復興期この時期はプロ野球とスポーツメディアの黎明期にあたり まあ戦後の復興の時期を通して次第に野球が盛んになってくる。<laughs> 同時にスポーツメディア。まあ新聞。テレビによる報道なども盛んになってくる。そういう時期です。三 <laughs> 番目に昭和四十年ぐらいから昭和末期。昭和六十三年ぐらいです。この時期は大学体育教育の黎明期。まあ特に福岡大学などのまあ台頭が見られます。 そしてプロ野球の混迷期後で述べますようにプロ野球で八百長事件が発生して福岡の EU と言われていた西鉄ライオンズが低迷し球団を失うで福岡から球団がなくなるそういった時期です。同時に国際化と市民スポーツの帯同の時期でもあります。 そして平成時代から今日にかけてはスポーツの国際化あるいはプロスポーツの対応化が見られる時期となりますこれは昭和40年1965年のまあ出来事ですこの本は炭鉱に咲いた原三宮野球三池工業甲子園大会初出場初優勝というものです まあこの時、大牟田の三池工業高校は、高校野球の夏の選手権大会に初出場し、初優勝を遂げます。この快進撃は、石炭産業の社用化に苦しむ、大牟田の人たちに大きな力を与えました。で、この原三さんというのは、当時の三池工業の監督ですけれども、巨人のヤミルジャイアンツの <laughs> 原辰徳選手のお父さんにあたります。この頃は原辰徳さんも。大牟田に住んでいました。これは西鉄ライオンズ。というプロ野球チームの。栄光と落日。を表したものです。まあ、西鉄ライオンズは、まあ、現在は、埼玉西武ライオンズ。というふうに、まあ、あの。なってますけども、まあ、埼玉に。移転しましたが。 非常にこう昭和20年代に球団を設立して30年代までとても強豪のを誇ったチームです。有名なピッチャー稲尾投手を擁し日本シリーズで巨人とのシリーズに臨んで3連敗から鉄腕稲尾の4連投4連勝によって日本一になるなど 非常に福岡県に力を与えましたしかし右の写真のように <laughs> 八尾長事件が起きますで、エースの池永投手ほか数名が八尾長事件に関わりまこれを機に球団はだんだん落日の道を歩んでいくことになりますまあ、さて国際的なスポーツの <laughs> 進展の時期には、例えば福岡ユニバーシアード、1995年の大会を招致に成功します。左の写真がその記念切手です。しかしその後、福岡オリンピックを招致しようという運動が起きますが、失敗に終わります。右の写真をよーく見てください。この写真で、呆然として一気に招致をしている人たちと、 拍手をしたり万歳をしたりしている人たちに分かれていますこの時はオリンピック招致をする国内の都市を選ぶまあ選挙で東京にまあ福岡が敗れたその瞬間ですまあこの瞬間に福岡オリンピックの招致は失敗に終わりますそしてその後東京が名乗りを上げるわけですけれども東京も落選をします まあ現在、来年行われる予定の東京オリンピックに関してはまあその後の話です。まあ、国際的なスポーツといえばまあ現在は全国で市民マラソンという形も含めて盛んに行われていますフルマラソンの大会の走りの一つである福岡国際マラソンというのを挙げざるを得ません。この写真は 博多駅の表口博多口にあります福岡国際マラソンののの歴代優勝者の足形のレリーフですこれを一つ一つたどっていくと日本人選手の優勝もありますし外国人選手の優勝もたくさんあっていかに福岡がマラソンを通じて国際化に貢献をしたかということが分かるかと思います。 プロスポーツに関しても西鉄ライオンズが身売りをしクラウンライターライオンズそれから太平洋クラブライオンズというふうに名前を変えて存続しますが、まあ、その後埼玉に移り西武ライオンズになってしまうしばらく福岡にはプロ野球の球団がない状態が続きます、まあ、そこにやってきたのが福岡大英、まあ、ホークス現在はソフトバンクホークスです さらに90年代になりましてアビスパ福岡それからギラバンツ北九州といった現在ニ部リーグ J2 に属していますが次々にプロサッカーチーチムが誕生します福岡はスポーツ都市という性格を持つ都市としても歩んできました。 それは国際スポーツ都市としてさまざまな国際大会を誘致してきたことプロスポーツの都市として野球をはじめサッカーをはじめさまざまなスポーツや相撲などで福岡の大会があることそれから市民スポーツの面で個性と創造力に富んだ多彩な人材が育つ町となるという目標のもとに 一般の人々のスポーツも盛んにしよう今そういう行政の取り組みがあったことなどによりますではそういったスポーツは福岡という都市づくりにどういうふうに影響を与えているのでしょうまたどういうふうな現状を持ちどういうふうな課題があるのか見てみたいと思います福岡市はいわゆるメガスポーツイベント大きな国際級の大会を いくつもししてきました1995年のユニバーシアード福岡大会2001年の世界水泳選手権福岡大会失敗しますが2006年福岡にオリンピックを持ってこようという動きもありました2019年ワールドカップラグビー大会の開催地世界フィギュア国別対抗戦開催そして来年には 世界水泳選手権福岡大会をもうう一度開催するという予定が組まれていま,すまあこのうちユニバシアードすなわち大学生のオリンピック世界大会に関して福岡市で開催されたものとその福岡の前にシェフィールド市という、まあ、イギリスの工業都市で開催された大会を比較してみたいと思います。 福岡市は今年の9月1日現在、まあ、人口が160万人余り姉妹都市は8つあります7都市とありますがヤンゴンが追加されて8つになります予算規模はそこに書いてある通り一方シェフィールド市はイギリスイングランド中部の工業都市でイギリス第5番目の都市です都市圏人口は180万人ですので福岡市とほぼ同じ規模 姉妹都市友好都市は7つ持っています。まあ、日本の姉妹都市は川崎市です。これは後で言いますけども、もまあ、鉄鋼の町工業の町としてまあ、同じような性格を有するからと思われます。まあ、これがシェフィールド市の位置まあ、イングランドのま中部からちょっと北の方で、街は非常にあの綺麗な町の佇まいをしていることがわかるかと思います。 このユニバシアド・シェフィールド大会というのは1991年福岡の大会の4年前に開かれたわけですけどもこの大会に関して金子文也という先生が英国におけるスポーツイベントによる都市再生シェフィールド市の事例からという論文を書いていますこのシェフィールド市というのはもともと鉄鋼産業が有力な町だったんですけども それがだんだんこう衰退していく中でユニバーシアードを招致にすることによって都市再生を成し遂げた、まあ、そういう街です。そのユニバーシアードの招致によってどういうインパクトがあったかというとまず社会経済的インパクト経済効果が170億円と言われ雇用創出そして多数のスポーツイベントの開催をするに至りました。 社会文化的インパクトもともとあった汚れた鉄の街というイメージの払拭に寄与しました物的インパクトスポーツ施設の整備将来ツーリズムを資源としての活用選手村を公共住宅に転用したり路面電車を整備したりできた政治的インパクト公的パートナーシップを形成し スポーツ政策が充実をした、まあ、しかし一方で、まあ、負のインパクトもあり、えーまあ、スポーツに力を入れるということは当然そのお金もつぎ込むわけですけどもそのことによって、まあ、市の財政難を招きスポーツ施設が、まあ、市の管理から外郭団体の、まあ、管理下に置かれ利用料が値上がりをするといったこと。 スポーツに財政をたくさん取られたためにそのほまの財源例えば福祉サービス財源が少なくなって福祉サービスが低下をするこれを解消しようとして増税によって政治構造が変化する市議会の与党・野党がひっくり返るといったことが起きたそうです。 ま,あまた原田宗彦をしこの先生の論文は前回の最後の方に提示しましたがこの先生はシェフィールド市がユニバーシアード招致をきっかけに都市の再生を目指したことユニバーシアードを一過性のイベントに終わらせずにその遺産であるスポーツ施設を使って継続的にスポーツイベントを招致しプロスポーツのフランチャイズ化に成功したこと スポーツ施設の運営にさまざまな工夫が見られること国内初のナショナル・シティ・オ、ま、ブ、あ・スポーツ国家スポーツ都市というふうに認定され鉄の街からスポーツの街へとイメージの転換が図れたこと、まあ、そういったプラス面を指摘しています。また大沼義彦という先生はユニバーシアード招致の背景とイギリスのスポーツ政策とシェフィールド市は スポーツ政策のまあ紹介をしています。そしてメガスポーツイベントが地域住民のスポーツ参加促進とは直接結びつかないという課題をまあ指摘しています。えではユニバーシアード福岡大会はどういうものだったでしょうか。ええー、1989年まあ2月の福岡市議会で 当時のの桑原市長はこのように答弁していますスポーツ都市福岡を目指している本市としてはアジア太平洋博覧会第45回国民体育大会のポストイベントとして1993年のユニバシアード夏季大会を開催するために立候補したといいます。しかしこの93年は招致、えーまあ、をするに至りませんでした。 まあその後、えー、福岡市議会における友池条約は、えー、1995年を目指して強力な誘致運動を展開している1国際都市づくりの手段として2ポスト博覧会のイベントとして3来年行われる国体に向けての スポーツ関係施設づくりとその活用として4参加国の規模から考えてユニバシアード大会の誘致が適切まあそういった答弁ですまあやはりオリンピックに比べると参加国はかなり限られてきます特にアフリカやアジアなどの貧しい国は参加を見送ることが多いので参加規模が少ないということで 福岡でも開催できるだろうという前提ですそして1990年のまあ福岡市議会の予算の説明によると1995年に本市で開催されることが決定したユニバーシアル大会は国を挙げて取り組む国際総合スポーツ大会であり本市が世界に向けて大きく飛躍する契機となるという説明が出されています まあこのように大きなスポーツイベントを招致することによってえまあ市のまあ知名度まあ世界的な知名度を上げてえまあ市のまあ力をアピールしていこうとえそういう姿が見て取れるかと思いますえではこのユニバーシアード福岡大会えどういう結果だったでしょうかえこの大会のスローガンは「スポーツは軽く国境を越える」というものでした 競技会場として福岡ドーム今のソフトバンクホーックスがフランチャイズするドーム球場東平尾公園の小施設陸上競技場県総合プールなどマリンメッセ福岡各地区の体育館などそういうところを競技会場として行われましたで日本選手団の成績はといえば国別のメダル獲得数はなんと2位。 金メダル24個銀メダル16個銅メダル24個で金メダル1位のはそのアメリカと同数、まあ、銀と銅のメダル数によってはまあアメリカに総合の1位を譲りますが開催国としては堂々の設備だったかと思いますで、まあ、社会経済効果も約11億円の黒字を見込みがある。 とユニバー組織委員会が述べています。しその後ユニバーシアードのまあ記念。スポーツ振興基金条例というのをまあ作ってまあお金をプールする。え。ただ、参加選手によるユニバーシアードの評価というのはまあ概ね好評ではあるんですけども。課題として多くの選手が挙げたのが交通面の不便さ。輸送手段がまああまり良くないこと。 宿泊施設が少ないこと日本選手がさまざまな交流イベントに参加をしていないこと参加率が低いこと外国選手団は地元福岡の市民や子どもたちなどと交流を深めることが多いんですけども漢字の日本選手団は参加があまり芳しくないそういった問題が指摘されました。 でその後おオリンピックを招致しようとするんですが、まあ、先ほども述べましたように2006年に東京にまあ国内の争いで敗れるでオリンピック招致を失敗でこれが市政へのまあ影響を及ぼし、まあ、多少このスポーツ振 <laughs> 興事業にも影をさせたと言われていますえさて、えー、次にプロスポーツと都市づくりについて プロサッカーチームの誘致による福岡市を見てみましょうで、この比較の対象として新潟市という同じプロサッカーチームを持つ都市を挙げてみたいと思いますまず江差正吾小倉博士という人たちは高校野球の社会学という本の中で次のように述べています甲子園野球は人々に演歌の世界を見せる 共同体の論理が支配している村の社会を象徴しているのに対し、J リーグは観客に都市を感じさせる。まあこういう述べています。まあもともと日本のサッカーというのは <coughs>、まあ、実業団。えー、例えば浦和レッズだったら三菱重工と JR 東日本、それから横浜マリ,マリノスだったら日産自動車。 名古屋グランパスだったらトヨタ自動車というような、えー、まあ企業を母体として発展してきましたが J リーグというプロリーグに転換をしてそのフランチャイズする都市チームがあー、まあ、そこに拠点を置く都市というものが強調されるようになっていきますとまあそこで、えー、まあ J リーグというのはプロスポーツの誘致を通した土地づくりや都市再生 まあ地域開発の議論にまあたびたびまあその材料になってきます。J リーグというのはまあ1993年に10のプロサッカーチームによって開始されます。まあ現在は J1 が18チーム、J2、J3 も入れると全部でまあ60チーム近いチームが プロスポーツプロサッカーチームとして存在しますが、まあ、初期の頃の鹿島アントラーズ、まあ、非常に茨城県の鹿マ市という小さいチーム小さい都市だったんですけども、まあ、その成功などが、まあ、都市再生の事例として挙げられます、まあ、このようにサッカーというのは環境やスポーツ文化振興を通じた地域開発につながるという前提に立てると思いますが。 では福岡ではどのようになっているかを見てみましょう福岡市と比較の対象として新潟市を取り上げるというふうに言いましたけども2つの都市を比較してみましょう人口規模でいうと福岡市の方が新潟市の2倍ちょっと予算規模でも3倍近くになりますしかし九州の中心都市 あるいは北陸北信越の中心都市としてそれぞれ地方の中心として都市として発展しているという意味では同じ性格を持つ都市ですそしてプロサッカーチームを1990年代に誘致してきたその点も非常に似ていますこれがアビスパ福岡それから新潟市に拠点を置くアルビレックス新潟のエンブレムです 福岡を見る前にまずその比較対象としての新潟とアルビレックスというプロサッカーチームを見ていきたいと思います1990年代半ばまで新潟市ではプロのチームスポーツを観戦する機会はあまりありませんでしたが1996年に2002年のワールドカップの開催地の一つとして認められたからは 新潟市にビッグスワンという愛称で呼ばれた総合スポーツスタジアムが建設され、2001年にまあ使用が開始されます。まあこのスタジアムをホームとするアルフレックスは1999年から J2 リーグ、まあプロサッカーリーグのまあ二部に参加しており、J2 時代から目覚ましい観客動員力を見せてきました。 アルビレックスは J2 の2003年までの最多入場記録である4万2,000人を何度か更新し3年連続して J1 つまり一部リーグの平均観客動員数を超える唯一の J2 クラブになりました新潟市に見られるこうした事例からサッカーが年を変える力があるということが分かりますではどうしてどのようにして まあ新潟市が変わっていたのかアルビレックスというチームが新潟に浸透していたのか見ていきたいと思います。これがアルビレックス新潟が本拠地とするンカビッグスワンスタジアムそれからアルビレックスのラッピングバスです。こののののアルビレックス新潟の地方都市での成功の裏には 地域密着型のまプロスポーツというものがありますもちろんそれまでサッカー文化が根付いてなかったところにいきなりプロサッカーチームができたと言ってもそんなに市民が一気に熱狂するかどうかははなはだ疑問ですそこで最初は新潟市の各その区長さん自治会の区長さんを通じて このアルビレックスの試合の無料券を配布することにします。そうすると、まあ、無料だからちょっと行ってみようという市民が増えたところに非常に好調なチーム状況もあって <laughs> まあサッカーってやっぱ勝つととても応援している側面白いのでたくさんの人たちが興味を持つようになります。<laughs> まそうするるとも、まあ、もらえるかもらええかかないか 分からない不確実な無料券をあてにするよりも、まあ、確実な観戦券を購入する特に年間パスといったものを購入する人が増加していきます。まあ、そのことによって、えーまあ、固定的なファンが増えて、えーまあ、サッカー文化がなかった地方都市新潟にサッカー文化が根付いていくわけです。 まあ同時にこのアルビレックスはサッカーだけではなくて例えば女子チームのアルビレックス新潟レディスアルビレックス新潟シンガポールというのを作ると同時にアルビレックス BB バスケットボールのプロリーグチームアルビレックス新潟というスノーボードのチーム新潟アルビレックスランニングクラブ陸上新潟アルビレックスベースボールクラブ 野球独立リーグといったように多くのスポーツのチームの組織を持ってスポーツチームアルビレックスと新潟ということで全体的な底上げ盛り上げを図るこれに成功したわけですこれに対してアビスパ福岡はどうだったかといいますと 1990年代の前半に静岡県の藤枝市にあった中央防犯という警備会社を母体とするチーム藤枝ブルックスを福岡に誘致しますで。当初福岡ブルックスというチーム名でスタートをしその後アビスパ福岡というふうに名称を変更をするわけです。 しかしチームを誘致した後に非常に多くの公的資金を補助金として投入をして一気に J リーグに昇格をするんですけどもその昇格までの経緯と地域密着度の低さでもともと福岡は西鉄ライオンズ以降野球文化は根付いていて野球ファンは非常に多いわけですけどもプロサッカーというものがなかなかその根付く下地がなかったために その急速なアビスパ福岡人気には至りませんでした。またスタジアムに行ったことがある方は知ってるかと思いますけども福岡空港のそばにあります今ベススタと言いますけどもこのスタジアムまでが交通があまり良くない。 まあ空港までは地下鉄で行けるけどもそこから歩くと30分ぐらいかかるで駐車場が少ないじゃあ車で行こうかっていうことにあの車で行くといいんですけどもまあ試合の当日は早く行かないと駐車場が満車で止められない <laughs> まあそういうふうにユニバーシアード福岡大会の時にあった評価と同じような問題が起きましたでまあプロ野球文化が盛んなので えー、まあ野球ファンがあサッカーに目を向けるかというと、まあ、そういう人もいますけどもそう多くはない。で福岡の、まあ、地元の NHK 福岡や民放各局もどうしてもスポーツに関しては、まあ、野球中心の報道になりがちである。まあ、そして 他のプロスポーツとの連携の問題もですけども現在ソフトバンクホークスは J1 のサガントスとよく共通のイベント共同のイベントを開催していますけどもそういう状況にあるとそれから今はだいぶ良くなりましたけども一部のサポーターのマナーのひどさ相手チームへの侮辱で競技の男性性 特にサッカーというのはサポーターは男性が多くて応援のチャントなども男性性がかなり強いんですけども特にアビスパ福岡の場合はそれが強い福岡の男隊博多の男隊というのをサポーターが過度に強調するものですから福岡市や博多以外の福岡県の人たちが入りにくいそういう状況もあります。 まマナーの問題としては2002年に当時韓国代表ミッドフィルダーだったの,のユン・ジュン選手この選手への侮辱、まあ、自チームの選手への侮辱として韓国代表のユニフォームをスタジアムに投げ入れるという侮辱事件が起きましたの選手はこれに怒ってその後退団をしますまた 2006年、7年あたりにあった J2 の開幕戦でのトススタジアムの選挙事件、アビスマス福岡のサポーターがスタジアムを占拠し、スタンドの席だけでなくて、鉄塔とかによじ登って大騒ぎをする、あるいはサガン鳥栖の試合で怒ったサポーターが審判を取り囲んで、どう喝をする。 傘をピッチに投げ込むそういったさまざまなマナー違反事件があったことこれは非常に J リーグでも問題視されました今ではサガントスが J1 に定着をしてアビスパ福岡は2部 J2 にいて5年に1回以降 J1 に上がってくるんですけども定着できない状況にあってその力関係は逆転してますけれども まあかつて J2 時代のアビスパー福岡とサガン鳥栖の試合に行きますとまあこういう状況まあこの写真にはあの僕もサガン鳥栖のサポーターなので写ってるんですけどもえサガン鳥栖サポーターの上に「田舎4」と書いてまあ矢印をしてありえ福岡が鳥栖に4対1で勝った <laughs> まあ翌日にはえまあこういった侮辱的な写真をえまあサポーターの写真お ウェブサイトにアップロードすると、まあ、非常にあの、まあ、サッカーというのは相手があってもちろんこう全力でぶつかる必要がありますけどもやはり相手へのリスペクト基本的にこれがないとやっぱりスポーツというのは成り立ちませんけども、まあ、選手に罪はないのかもしれませんが、まあ、サポーターがこういう状況で非常に問題視されていました。 今は時々福岡の試合も行きますけども改善されていると思います。スポーツにおけるマナーの問題といえばもう一つの福岡県のプロサッカーチームギラバンツ北九州のサポーターたちが起こしたぶちくらせ問題というのがあります。2015年ですギラバンツ北九州の横断幕 と応援チャントの中に「ぶちくらせ」という言葉が入ったものがありこれは、まあ、まあ地元の方言ということで片づける人たちもいますけども相手にとっては倒せ殴って倒せといったようなニュアンスもありますので応援の仕方としてはふさわしくないのではないかということが議論になります。まあ ギラバンチのサポータータ側はこれ地元愛だから問題ないといとうふうに言うんです、まあ、しかし、えー、これかなり大きな問題になりまして国立国語研究所の木部陽子先生、えっと私も知ってる方なんですけども、まあ、この方をはじめ多数の専門家が「えー、ぶち暮らせが」がやっぱり「ぶち殺せ」に聞こえるで非常に恐怖を感じる、まあ、そういうふうに答えた相手チームサポーターが大変多かったと。<laughs> そこでその「ぶち暮らせ」という応援や横断幕を取り下げるようにという主導がなされるんですけどもその主導に従わなかった一つがやっぱりいてそのの14人のサポータータは入場禁止措置を取られますそしてギラバンツ北九州の社長が隕石辞任をするというところまで発展するわけです。アビスパ福岡のそのサポーターのマナーもそうですし ギラバントのサポーターもそうですけどもやはり自分たちのこの地元の問題だから地元の言葉だからというのは今やグローバル化したスポーツの最も代表的なサッカーそして日本全国に J リーグのチームがあるような状況の中ではなかなか通用しないと思いますで先ほども言いましたように相手に対するリスペクト これは選手同士もそうだで、まあ、サッカーの試合に行くと、まあ、時々相手チームのサポーターが、えー、応援チャントを歌ってくれたりすることがありますけどもこれとってもあの嬉しいし気持ちがいいでこっちも相手、えー、のサポーターにこう応援チャントを返す、えー、リスペクトをするもうこういう気持ちになりますですから犯罪は長くてないですけどやられたらやり返す倍返しだ。 というふうに悪いもの同士を与え合わないようにいいもの同士を与え合うようにして、まあ、相互にスポーツ交流サポーターの交流を進めていく、まあ、これが非常に大事だと思いますこれが問題となったブチクラセ北九州の横断幕ですさて次に観光資源としてのスポーツイベントとしてマラソンを取り上げてみたいと思います 社会学者の原田宗彦氏は「スポーツ都市戦略2020年を見据えたまちづくり」という本の中で、えーまあ「ものづくり国家からことづくり国家へのこう転換を図らなければいけないこと」を述べています、まあ。その一つとしては、えーまあ、日本政府も進めていますけどもインバウンド戦略、まあ、観光客をたくさん迎える、まあ、同時に もう別の方法としてはスポーツにおけることづくり例えばマラソン大会というのは参加者だけでフルマラソン、まあ、都市で行われるフルマラソンは1万万人から数万規模になりますですからマラソンで人を呼び込める可能性、まあ、選手だけでなくて応援する家族、まあ、友人、まあ、その他その可能性は日本中の大都市で行われているマラソン大会。 例えば東京マラソン大阪マラソンそういったものが証明をしていますでは福岡はどういう状況でしょうか福岡マラソンは現在ではフルで行われていますがこのように2010年それ以前はハーフでしたでスタート地点は、えー、まあ福岡ドームですね そして、右の写真はそのランナーが走っている様子ですけども実は僕もこの大会はハーフの時から何度も参加していますが正直な印象としてとても窮屈で非常にあの早い時間帯からこうやって並ばせますスタートの前からそしてスタートをするんですけどもまあ運営側としてはまあ厳しくせざるを得ないんでしょうけどもとても厳しい。 マラソン大会には、関門制限、何キロ地点を何時までに通過しないと失格っていうのがありますけども、ある時のこのシティマラソン福岡で起きたことですが、あるランナーが、もうギリギリの制限時間いっぱいいっぱいで、その関門を通過しようとします。1秒あったかないかで、関門通過できない状況にあったのを、 えーまあ、そのランナーは通過できたと思って、えー、走り続けました、えー、すると、えー、その、まあえー、運営側の人が走っていってそのランナーを止めるんですけどもラグビーのようなタックルを食らわしてで、えーまあ、これはちょっと行き過ぎではないかという議論が起こります、まあ、これは一例ですけども 他のマラソン大会に比べて非常に運営が厳しいのと街の中を走れなくてこのハーフの時はドームをスタートした後あの倉庫街マラソンといいまして福岡市の北部の港 A 地区をたくさん走らせるしたがって応援が少ないマランナーとしては面白くない、まあ、そういう評判が一般的でした。まあ、そのシティマラソンは 1989年第1回大会が開催されますスポーツ都市福岡を全国にアピールするためしかし当時全国マラソン大会100選というのに最初入ってたんですけどもだんだんランクが落ちてとうとう100戦から外れてしまいますでそれはまあ今も言いましたようにコース上の問題港湾倉庫街マラソンと揶揄されたり 独自の特色がない名所巡りや特産品などのお土産がない運営上の問題が厳しい、まあ、そういった問題を指摘されていましたその後現在も市長を務めている高島福岡市長がフルマラソンの開催の書を受け取りますこの嘆願書を渡しているのは田中弘明先生という副大の教授でちょっと前に亡くなりましたけども。 ま福岡のマラソンに大きく寄与した方です。まあ、そしていよいよ2014年からハーフがフルに変わります。でまあこのようにたくさんの参加者が参加をするんですけども、えっ、ー、と左下の写真であの大根着てるのは僕です。えっ、ー、と僕はフルマラソンは大根の着ぐるみを着てあの走るんですけども、えー、まあこういう仮想ランナーも含めてですね。えー とても楽しいです、まあ、左の人はあの「ドラゴンボールの」の、まあ、仮装で有名な佐賀のランナーですでさて、えー、先ほど出てきましたスポーツを通したことづくりが生かされているかどうか、えー、実は同じ福岡県内で開かれている北九州マラソンそれから林県の山口県で開かれている下関海峡マラソン これと比較をすると、参加者の満足度に大きな開きがあります。北九州下関が90点前後の評価を得ているのに対して、福岡マラソンは67点にとどまっていて、非常に満足度が低い。まこれが定員に対する申し込み倍率が5倍、4.3倍、3.7倍というふうに下がってきたま原因の一つで、 <laughs> まあ、その後多少の改善は見られますがあまあ課題があ,あるということはあまあ言えるかと思います。このスライドの資料3これすいませんあの無視してください。文化のダイナミズム 3B 福岡博多学はえ私の担当はまあスポーツをまあめぐってスポーツの歴史及びまあ福岡とスポーツの関わりについて お話をししてきました今日お話ししましたようにスポーツ都市としての福岡はいくつかの課題を抱えてきたあるいは現在も抱えているということがあります。しかしさまざまな方の努力によってこうした課題が解決をされ改善の方向に向かっていることも事実です。これからよりよくスポーツを私たちの身近なものとして福岡市 福岡県が発展していくことを祈りたいと思います今日の授業で使いました参考文献ですもし興味がありましたら読んでいただきたいと思いますそれでは文化のダイナミズム 3B 福岡博多学私の担当の授業はこれで終了しますレポート等につきましてはまた後日ムードルにアップロードしますのでそれを見て提出をしてくださいそれではこれで授業終わります また他の授業でお会いしたいと思います。えー、さようなら。